どうもこんにちは、ホフ・ホフマンと申します。この番組は自分が作った曲をもしラジオで紹介することになったらどんな感じなのかなっていうラジオです。ラジオ1回につき1曲ずつ紹介していきます。今回で35回目です。よろしくお願いします。今回紹介する曲は逆上がりです。ちょっとすごい間を空けてしまった。逆上がりできますか、できます。自信を持って言えます。できます。やってはないけど、実際にやってはないけどできます。でも小学校の頃はできなかった。中学校になってできるようにちょっと恥ずかしいけれどもね、運動音痴なところはちょっと垣間見えましたけども、はい、小学生の頃は本当にあの豚の丸焼きが得意技でしたね。あの体育の時間の鉄棒とかね、ちょっと苦手でしたね。こう腕力がね足りなかったと。腕力に自信があまりなかったのでね、できなかった恥ずかしいけれども、あの台があるんですけど、あの逆上がりするための台が、あの木琴みたいな、マリンバみたいな、マリンバをこうグニャーンって、マリンバをこうグニャーンって曲げたような、そのマリンバの上ね、ちょっと申し訳ないけど土足で踏み入ってしまってね、トン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 クルーンって逆上がりするんですけど、あのちょっと色のついたマリンバのグニョーンタイプをこう足元からこう自分の目の前のところにこうバーってこうある、そういう逆上がり用の用具があるんですけど、それでやってもダメでしたね、小学校の頃は。確かね、やっぱりこういうなんか昔の記憶は多分間違えてると思うので、もうそれはちょっと定かではないけど、でもこういうの書き換えていいのかな、できてましたとか言ってね。砂ぼこり目が痛い、逆上がりできない、豆痛い、腹痛い、逆上がりできない、肌寒い、離されて逆上がりできない、犬通る、犬帰る、逆上がりできない、砂ぼこり目が痛い、逆上がりできない、逆上がりという曲を聴いていただきました。めっちゃできないって言ってる逆上がりできますとか言って曲が始まって、めっちゃ曲の中では否定されてて面白かったです楽しく、今のところちょっとわーは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 ーって入れたいです。あのあるかな、あのこうアメリカのコメディドラマみたいのドラマみたいのはわはははを入れたい、逆上がりできない
けどできるとか言い放った直後にかかった歌でめちゃめちゃ否定されてて面白かったです。おっはぁはぁはぁ、ちょっと違うな、これじゃないな、これじゃないな、なんか笑いが、もうちょっとね、あれはな、あれは人数がいるんですかね、あれさ、こうカメラがこうあってこう何ですか、こう撮影しするじゃないですか、その後ろに観客席があってそこで笑ってるんですかね、そのまま撮ってるんですかね、裏側見たことないかわかんないんですけど、なんかこうひな壇みたいなのが後ろにあってそこに観客の人たちが座っててそこで笑うやつを撮ってるんですかね、その場で後で入れてる感じじゃないですよね、明らかになんかめっちゃ笑ってます、なんか不意な笑いもありますよね、別のところで撮ってるんですかね、ああいうの、ちょっと疑問が湧きますけど、解決しない疑問が湧きますけど、でも別のテレビのあのアメリカのテレビのやつ、その似たようなワッハハが入ってるやつはなんかこう観客がこういっぱいいまして、それでワッハハハっていう係 やってるの見れましたけどね、でもあれが本当なのか正直わからない、どうなんですかね、不思議ですね知らないことは多いです、不思議ですねとか知らないことばかりですねとかばっかり言ってる、本当に、まあ、その通りなんですけど、なんかそれで話をまとめようとしてね、不思議ですね不思議だ、確かに不思議なんだけれどもね、なんかこう負けって感じがして負けた感じがしますけど、すごい、はいはい、敗北、はい、僕敗北でーすっていうね、僕敗北しましたみたいな感じがすごいして惨めですけど、不思議でも言っちゃうよね、それを、その不思議をいかにこう深掘りできるかね、追っていけるのかが大事なんでしょうね、このラジオ撮り終わって、もしくはラジオ撮りながらこう右手でねこう調べるっていう、これができるかなっていう話ですね、でこの話してる間に忘れていくんですよね、この疑問って、ですもう忘れて消えて、また数年後に同じようなことをね、あれどうなってるんですかねとか言ってバカみたいにバカ、あれどうなってるんですかねとか言ってバカみたいな感じで言っちゃうんですよね、それの繰り返しなのかもしれない、全然解決しない、あそうだこれはねってね、なるか、その数年後にまた同じような疑問が浮かんだ時、あこれはそうです、そう調べたんですけどって言えるか、あのバカみたいな顔、バカみたいな顔してね、バカみたいな顔しと、バカみたいなね、あの口調でね、あれどう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 しようのかなとか言って、あれどうしようのかなとか言って、これの違いですね、でも今回のところ、あどう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 になりそうな予感、あれどうですか、原型とどめてない、原型とどめてないですけど、なりそうだ予感、でこの後調べるか調べないかで決まりますね、ちょっとあのそうですもじもじしちゃってね、あのなぜなら、あの別におしっこしたいわけじゃなく、ちょっと危ないな
今回も砂の城というアルバムが、配信リリースされました。5月の20、5いや24か5月の24日にあの配信リリース、デジタルリリースされまして、今聴ける状態でございますので、ぜひ お聴きいただければと思います。それの曲の中から今ラジオで紹介しています。その曲のそのアルバムの中から1曲ずつ紹介しているところです。今回でその砂の城のアルバム、砂の城というアルバムの第、5回目です、うん、次で終わりです。次回があの全曲紹介したことになるので、砂の城は砂の城ブームは一旦去ります。まあ、ブームっていうわけじゃないんですけどねブームというわけではないんですけど、うん、そのこの年のこの4月から5月にかけて作ったのがこの砂の城ってアルバムなので、今紹介してるわけであって、ブームとかそういうんじゃないですね。今ブーム、マイブームとしてはね、マイブーム、マイブーム、なんでしょう、寝ること？寝ること？最近特に楽しいこと、結構寝るのいいなって思います。うん、暇な時に寝るのいいなって思いますね。今更って感じですけど、昼寝っていいですよね。昼寝すごいいいですよね。今更ですけど。寝るのブームですね。マイブーム。いつもの決まった本音じゃなく昼寝、うん、本音っていうのは何て言うんでしょう、本当のこととかそういうんじゃなくて、本気寝っていうか、一番一の一の中で長く寝ることを本音って勝手に言ってます。うん、メインのスリープタイム。なんで英語なんで英語で言ってみたのかね。では、逆上がりでした。逆上がりできないけどね。